ドカティ市場センタル YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。先日髪を切りまして、頼んだ2ブロックがですね、思いのほか行ってしまいまして、結構恥ずかしいことになっている、そんな、スターマネージャーの長谷川です。今日もよろしくお願いします。というわけで、先週に引き続きですね、ブリティッシュアーラー V4S、今回車体編ということで、ご紹介していきたいと思います。ご覧ください、どうぞ。お届けするのは日本最大級のドゥカティストア、ドゥカティ千葉セントラル。2020年には年間の総合評価が最も高いドゥカティディーラーオブザイヤーを受賞。そんなドゥカティ千葉セントラルのストアマネージャーを務める長谷川隆に話を聞いていきましょう。はい、それでは車体編ということで、はい、お願いします。お願いします。まずはやっぱり特徴的だなと思ったんですけども、はい、スクリーン気になりますね。スクリーン、はい、3枚になってます。分割されてますね。そうですね、分割されてまして、ちゃんと役割を持ってこの形になってます。あ、意味があっての分割っていうですね、はい、まず、まあ、この辺あのスクリーンって、やっぱ風防効果っていうのも得られますし、まあ、何よりですね、最近ドゥカティが大好きな風洞実験、これを行って、この左右のスクリーンもスタビライザーの、安定翼のですね、効果をもたらしてくれるということで、この形状になってます。しっかりと風洞実験をして得られた、はい、そういった形状になっているということですね。そうですね、この高さ調整機構が改良されてます。前は親指と人差し指をつまんで上げ下げしてましたけど、はい、ちょっとギュッとやってガラガラガラってやってましたけど、はい、今回のはもう劇的に変わってます。いきます。すえ、指一本そうなんです、もうめちゃくちゃ操作が簡単になってますし、軽いです。大丈夫、長谷川さんバカ力じゃないですかもうあの単純に指の力が強くなったわけじゃなくて、指だけでいけちゃいます。これ走行中も簡単に上げ下げできるから、はい、いいです。そうなんです、やっぱり走行中にちょっと風止めたいなとかはもうサッと上げられますしね、すごく便利です。へえ、まあ、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、この3枚の、スクリーンはですね、ちゃんとした機能を持ってますので、ちょっとスクリーンを車外に変えるとかになってしまうと、この効果が薄れてしまったりなくなってしまう可能性があるので、まあ、そこだけお気をつけください。まあ、純正でもね、十分かっこいいですしね。そうですね、それだけの効果が得られるんだったら、はい、このままでも十分だと思います。そうですね、続いてやっぱり気になるのがドゥカティスカイフックサスペンションですね。スカイフックサスペンション、こちらですね、セミアクティブサスペンションというものです。セミアクティブサスペンション、はい、あのオートバイセンサーだらけだと思うんですね、今のオートバイって、まあ、その中でオートバイの制御を、している中でサスペンションも自動調整してくれるっていうのが、まあ、このセミアクティブサスペンション。サスペンションが自動調節、その状況に応じたり、そのライディングのシーンに応じて、硬くなったり柔らかくなったり、車高が姿勢が、全自動的に変わるようになっている機構です。すごい、その場面その場面で勝手にサスペンションが硬さ調節してくれるんですね、はい、そういうことです。あ、前回に引き続き頭いいっすね。めちゃくちゃ頭いいですね、このサスペンションしか、あ、まあこの車両は以前はザックスというメーカーのサスペンションだったのが、マルゾッキのサスペンションメーカーに変わりました。なるほど、マルゾッキ、はい、確かにこの左側のトップのところセンサーみたいなものがついて配線が伸びてますもんね。そうなんです、まあ、これがいわゆる、スカイフックサスペンションの、機構の装置ですね。ここでこう電子的に硬さを調整している、はい、すごいですね。すごいですね。それ、はい、常時そうなってるんですか。はい、あの常時あの監視されていて、常にその減衰とか、サスペンションの調整を行ってくれます。それはフロントだけ。いや、前後ショックなので。前後、はい、いやー乗り心地抜群ですね。しかも今回はバージョンアップしているので、その辺も試乗で乗っていただければ、体感していただくことができると思います。いや、これは楽しみだ。
まあ、しかも、まだまだフロント周りにミスもせません、はい、ブレーキキャリパーがパニガーレ V4 だったりストリートファイター V4 で搭載されているスティレマというキャリパーになりました。スティレマ、はい、すごいちっちゃいキャリパーですね。すごいちっちゃい、コンパクトで肉抜きもすごくされています。はあ、なんかもうスポーツバイクそのまんまのアイテムがツアーラーモデルについちゃってると。そうなんです。今回のムルティストアラ V4S って結構ツアーラーに振ったんじゃないかって言われがちなんですけども、こういったところでですね、決してスポーツバイクとしての性能を捨てていないところが、見えますね。すごいですね、はい、ドカティならではのこだわりな部分も見え隠れしますね。そうなんです。そしてやっぱり気になります、はい、そう、スポーツ走行スポーツ走行と言いつつも言いつつもやっぱりフロントは19インチです。そこはどうなんですか。実際ですね、19インチやっぱり走破性能がすごく良くなってます。オフロードも行けちゃいますし、何よりですね、じゃあ公道走行性能どうなのって思われますけども、19インチにすることによってむしろツーリングペースでの乗り心地だったりハンドリングっていうのはこう安定感ですねが向上しますので、すごくポジティブに考えていただければと思います。なるほど、決して悲観的な19インチではない、ね、全くそんなことないですね。ハンドリングもなんか操作性良さそうですもんね。そうなんです。前回そのムルティストラダ V4 のイントロでちょっと気になってました、はい、このオイルクーラーですよね。オイルクーラーですね、やっぱり真ん中に設置されてます。今まではそこにラジエーターが搭載されてましたよね。はい、ここに一面にラジエーターがありましたけども、ここにオイルスクーラーが設置されました。ラジエーターどこ行っちゃったってことはですよね、はい、ラジエーターはですね、左右にサイドラジエーターとして位置が変わってます。これがラジエーターなんです。オイルクーラーを真正面に据えて、はい、左右にラジエーターを配置していると。はい、そうなんです。で、ラジエーターが抜けた先はと言いますと、はい、サイドにこのようにフィンがあって、まあ、中からこう入ってきたものが横に抜けていくようになってます。サメみたい。サメみたいですね。そうなんです。これによってですね、やっぱり熱風として変換されてしまうこのラジエーターを通った空気ですね、これがライダーに当たらないように、もしくは、後ろに抜けないようにですね、設計が変更されてます。なるほど、確かにね、こうドカティって熱対策とか熱はネガティブにとらわれがちですけれども、はい、ラジエーター通った熱風の排出先まで考えられた、しかもデザイン的にもすごくかっこよくできてますよね。そうなんですよね、本当に機能面とデザイン性が両立されてるのがもうまさにドカティっぽい。はい、ありがとうございます。以前はね、はい、このくちばしのところにオイルクーラーガードがついてましたけども、はい、真ん中に移動しました。で、真ん中にあったラジエーターが左右に、はい、で、このラジエーターというのは熱効率を考えて配置されているシュラウドですね。の下にもなんかまだ、おお、ちょっとこれ気になりますよね。これウィングですね。ウィングってパニガーレ V4、はい、ストリートファイター V4S などについてる、はい、ウィングですか。そうなんですが、実は、まあ、彼らのように、走行のためのウィングというアプローチではなくて、空気を、扱うための空気をライダーに向けて流すための、ウィングなんですね。整流効果を空気を流すためのウィングということは、はい、パニガールのようにダウンフォースを生むとか、はい、安定感を増すとかではなく、そうなんです。ライダーってまたがった時にですね、このようにやっぱ足ってエンジンとすごく近いじゃないですか。はい、まあ、これがですね、やっぱりすごく熱く足が熱くなってしまったりするっていうのを、回避するためにですね、ここ足元に涼しい空気が当たるように設計されています。すごい。そのウィングによって冷たい空気を集め、はい、足に当てて、はい、熱から体を守ると。暑い夏場でも、それこそエンジンが熱い状況
渋滞の時とかでも安心して、しかも快適にツーリングを楽しむことができます。すごい、機能面とデザイン性を合わせ持った夢のバイク。夢のバイクです。そしてスーパーツアラーと呼んじゃいたいぐらい。スーパーツアラー、勝手に名付けないでください。すいませんでした。へえー、そうですね。